関数が5分、環状5分。これでこの看板見て最初戸惑ったんやけどね、環状5分が下にこう書いてあるよね、これね。あれ下書いてあるけど、ずっと奥の関数が5分の間違えてね、ずっと行ったんだけどね、あれ看板はちょっとおかしいね。上に環状図が5分って書いてくれんと、ここやから全然知らん時やったからね、知られませんと。でも看板見て、これも上からずっと白壁古墳からずっと海吹山登って降りてくるとすごい坂なんですよね。途中でガサガサゴソゴソ音がするもんでね、あれはちょっと気分が良くなかったね。まあおそらくイノシシがうろうろしとったやろね。金剛山と勝岳山が目の前に。やっぱ入られんかな。昔はね入れたらしいんやけどね。なんか見たい人何人も聞くんやけど、こんなんですよ今は。昔はこの上がねマウントなかったんやろうから、入れてくれんのあかんか。この大きいやろ、これも天井石、電気つくんかね。あ、電気つく、ありがとうございます。大きいやん、これな。高さもすごいね。天井石も一枚。おー、すごいね。あの辺、隙間にいっぱい詰まっとるけどね、大きな石がね。1、2、3、4段か。まあ、大きい上は1、2、3、大きい上やっぱ1段、2段、3段、4段か。横はちょっと小さい、1、2、3、4、5段ぐらいになってるかな。5段ぐらいね。こちらのも1、2、3、4、こちら右は4段か。天井が高いね、すごいこと。これはどういうことだ、ここは。この石は。この石はどういうことでございましょうかね。ここにあれがあったのかね、石棺があったのかね。あら、すごいでしょこれね。あら、やっぱすごいぞ。中には入れんけどね、見えますわ。どれぐらいの高さなんだろうね。4メーター以上あるかもしれないね。文化財、まあ、ここちょっと1枚もらっとくかね。後でセンター行ってみようか。あのお姉さんに会いに。おうかね。あら、すごいね。こういうふうにございますからね。あの前、こう回った時にもうまだ草が生えてなくてね、土が流れてたからね、電話したんだけど。そうですか、言ってたけど、まあ、ちゃんとね芝生も出てきてます。ただシートかぶせてあるとこは良かったんやけど、かぶせないとこでもう土がね削れて、いやこれやこれ、これがねくっすぎ虫やわ。おお、蝶々がすごいぞ。あれが海吹山かね。帰りは大変でさ、降り落ちはね、登るのも大変やろうけど、反対から緩やかだけど、もうこの辺 の田んぼ全部これ放置されてるからね、全部やわ。一番はこの辺は田んぼやって、あ、もうここもやってないんか。もうこれも今年くらいやめはったんやね。なんか水がどちらこちら聞いてはったけどね、水が少ないとは違うって聞いたことあるんだけど、そこ向こうやってはんねん。こんな状況やから、そらイノシシも出てくるわ。ねえ、この深い森やから、まあ、もうそらイノシシも食べ物いっぱいありますよ。今食べてんのは何を食べてんだろうね。今どんぐりとか栗とかこんな食べてんのかな。高さが 5.3 メートル、やっぱ大きいでね。すごいね、やっぱり。ヨゴラ環状5分。
一辺36メートル、墳丘が11メートルの方墳だよ、高さが11メートル。7世紀末、8世紀初めにしはちょっとね、どうなんだろうな、石の組み方がこんなんかな。あんな組み方しようとか少ないんだけどね、細かい石入れたとか少ないんだけどね。で、関節加工もこんな感じやったよね。こんな感じやって。今はもう草ぼうぼうで見えんかったけど、これも高いんやけどね。正面から見ると。これもね、直径が28メートル、円墳かやね。75メートル、7.5 メートル高さが。これも調査してないかな。これもね、あれが出てきたりで聞いてるんだけど、石棺が見たという人おんだけどね。はいはい、ありがとうございました。勘定本でした。